はい、皆さんこんにちは、モロトフです。今回ご紹介するのはファーストフュードというゲームになります。こちらはね、中世時代を舞台とした街づくりを行うゲームですね。プレイヤーは領主となり、資源を集め人を増やし、盗賊から街を守りながら領地を発展させていくことが目的となります。近代的な建物が出てこない牧歌的な雰囲気なゲームですね。なのでね、ゆっくりのんびりと街を作っていきたい人にはおすすめのコロニーシムとなります。このゲームはね、1年ほど前に1回プレイしたんですけども、あれから様々なアップデートが加わったので、今回改めてやっていきたいと思います。それではニューゲームです。はい、ということでね、こちらが私ですね。私が主人公なので、こうやってね、自分で、自分を動かすことができます。お、隣に早速、なんだこれ、牛がいますね。羊もいる。面白いね。一回全体マップをね、停止させて見ていきましょうか。ん？川があるのかな？これはなんか渦みたいなもんですね。そして植物があって、下の方には山ですかね。岩がありますと。で、上の方に行くと動物が結構いて、やっぱりここにもね、川がありますね。湖って言った方がいいのかな。で、土があって、で、ここはおそらく小麦が少々ある感じかな。うんうんうん、そういうことですね。他の植物、例えばね、カボチャなんかもあるんだけども、カボチャは本当にごく少数ですね。まだ成長してない小さな小さなカボチャがあるよといったぐらいでしょうか。じゃあ早速拠点を構えていくんだけども、当然ね、石が取れたり木が取れたりする方がいいと思うんで、そうだな、ここら辺に拠点を作りましょうか。そしたらば、まずはじめにビルドということで集合場所を決めていきましょう。このゲームね、日本語化モッドがあってね、非常にね、わかりやすいですね。さあ、それではここら辺にポツッと置きましたと。で、進めますと。もうね、ブループリント的なのが用意されたので、これは一回私が作るのかな。自分でも作れるし、訪れるね、入植者によっても、指示を出して作ってもらうことができるという感じですね。で、ここで、カートを持ってこられたので、カートの中身を見ると、アックスが3つと、それぞれね、全部耐久値があるんで壊れやすいですね。ピックフォークだから農業で使う道具ですね。そしてこれも植物を採取するために使うやつですね。鎌っていうのかな。あとはハンマーがあってピックがあると。そしてクラブですね。一本だけ。これは武器になりますね。木の棒ですね。私はちなみに、カッパーソードを持ってるんですね。結構強そうだよね。銅の剣。うん。たまになんだけど、敵が来るんですよ。盗賊みたいなやつが。で、来た時にね、単に戦うわけじゃなくて、それぞれね、例えばお金を払ってね、ちょっと見逃してもらうとかね、物資を渡して見逃してもらうとか、いろいろできるんですけども、まあどうであれ、戦闘になった時は、まあこの二つで戦うんでしょうね。そして川。はいはい。あとは羊毛があって、ジャーキー、肉ですね。これはね、すぐ食料になるやつですね。そしてベジタブルということで、調理された野菜のスープがあるんでしょうね。では、あと、なぜか私は丸太を一つ持ってるから、これちょっと入れとこうかな。ではね、二人ね、村人が来たので、指示していきましょうか。そうだな、最初は、ビルディングで、ベッドを作ってもらう？多分、ベッドめちゃくちゃ重要なんだよね。スタミナとかね、空腹とかね、結構細かい数値があるので、これをね、満たすように毎日毎日ね、生活してもらうので、ベッド一番最初に、野宿で申し訳ないんだけど、置いとこうか。二つぐらい置いとこうか。で、さらに、作るべきは、木工作業台にしましょうか。様々な道具を作るんだと思います。じゃあ、木工作業台を作ってもらうと。で、二人は今、無職なので、指示を出しましょう。一人は木こり。そして、セカンダリーで荷物を運んでもらうと。で、もう一人は大工。最初が大工。そして、セカンダリーで木こりと。こんな感じで行こうかな。それでは、スタート。よしと。そうすると皆さんね、思い思いのことをやってくれるんですね。おそらくこれが木こりですね。この人は木こりなので、ここにある木、草じゃないんだね。これは上から見た場合、木だね。木を、切ってもらってると。で、大工が、今ね、持ってきた資材を使って、羊毛とかね、革とかを使って、こういったね、寝袋を作っているということですね。時間がかかってる。で、よく見ているとわかるんだけども、この作業ってスタミナがね、切れると止まるんですよ。だから、休憩しながらね、
作っていくってところは結構人間味があって私好きなんですけどね。いやー、このゲームね、完成するとひょっとしたらね、名作、良作にはなるかもしれないね。まだまだアーリーアクセスだから楽しみな段階だと思います。ちなみに、このゲームはね、テックツリーなんかもあって、研究が素朴ですよね。今は木こりの技術ですね。これによって作れるものはこういった製材所とかね、木の棒とかいろいろ作れますよっていうことでアンロックされてんだけども、その後例えば農業やるよって言った時はこういったね、ベジタブル、野菜をアンロックしていって、パンプキンの種をね、パンプキンから取っていくよとかね、シチューが作れるようになるよとか、様々なことができるんですね。これはまあ自分の選択によってね、こっち方面に行きたいなとかね、いろいろ模索しながらやっていくと。基本的に我々のね、この村をね、大きくしていくというのがこのゲームの趣旨になると思いますね。はい。木をポッポポッポ取ってますね。完全上から見下ろしっていうことで、一見何やってるかちょっとわかりにくいんだよね。最近のね、コロニーシムって斜め上からこう見下ろす型が主流だと思うんだけど、このゲームはね、完全上から見下ろしということですね。はい。コツコツコツ木をガンガン取ってるよということですね。さあ、丸太を使ってここをそろそろ、作ってほしいんだけど、二人とも木をね、ガンガン取るのに集中しちゃってるようなんで、スピードを早めてみましょうか。三段階のスピードのね、調整があります。あ、もう一人来た。よしよし、じゃあもう一人はどうしようかな。何させようか。大工専門にしようか。プライマリーで大工と。ね。これでいいかな。大工二人か。大工、大工。まあいいでしょ。これでね。今後ね、もっともっと、職人とかね、意識なんかね、職業も出てくるんで、必要だと思いますけども。じゃあ次、続いてどうしよう。これを作ったので作れるのはプランクですね。板。板作るのは重要だと思うんで、板は常に10個ぐらいは、用意しといてもらいましょうか。常に在庫で10個は必要だよっていう感じにしとこうかな。これで必要になるのが職人ですね。だからこの人は大工兼、職人ということにしようか。なるかな?もしくは職人兼大工。職人兼大工。よし。丸太をね、7個取ってるので、彼はどんどんそれを板に変えていくっていう当番ですね。こういう感じで製造のね、サプライチェーンみたいのができて面白いよね。さあ、頑張って。あれ、もっともっと板作ってほしいんだけど。板作るのはひょっとしたらもっと丸太が必要なんだろうね。10個ぐらいまとめて。そしたらば、いい感じなので、続いて、そうだな。おう、これか。収納ボックスね。収納箱を作りましょう。なんでかというと、これ今ね、カートに平置きしてるんですね。すべてのものを。これ良くないよね。だからこれ収納しよう。どうだろう。収納場所は、ここに一回集めていこうか。今後移動したりね、作り替えようと思うんだよね。村がどんどん大きくなればね、いろんなことができると思うんで。ひとまず、収納ボックス4つ用意しておきましょう。そのためにはプランクがそれぞれ12個必要だと。大変だね、これ。一人寝てます。こうやってね、ちゃんとね、自己管理してもらう必要があるんですね。当然私もね、例えばこうやって寝なきゃいけないんですよ。私は私でね、同じで空腹もあるし、こうやってスタミナをね、回復していかなきゃいけないし、結構ね、この管理が面白いっては面白いけど、大変っちゃ大変なんだよね。さあ、起きようよ。おっと、よし、起きた。で、皆さん、カン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 、3人か、もう少し人が欲しいけどね。はい、考えて、大工、1つ、箱が作られましたね。4つ、一気に作っていくということで、続いて何を作るかっていうのも考えておきたいね。続いては石切りか。ここら辺は結構決まった流れになりそうだね。最も近い場所に石切りを作りましょう。ここでいいかな。よいしょっと。これで、丸太10個と、板が20個ですね。多分なんだけども、このね、箱多すぎな気がするんで、一回ちょっとこれ、壊しとこうか。ね。2個ぐらいでいいと思うな。これで結構作業がしやすくなったと思うんだ。で、以前ね、丸太不足だから、あまりこうスムーズに作られてないと思うんだけど、お、でも11個あるのか、丸太が。でもここでガツッと丸太取ってくからね、バッと入れて、はい、ガンガンガンと。で、こうやってね、青いとこのスタミナ見てください。スタミナが減ってくと止まるんでね、活動が、要は疲れたっていうことですね。スタミナが回復するまでちょっと止まると。これが人間味があるよって言ってる部分ですね。で、満タンになったらは、もう一回スタートしてコツコツコツと、はい。そういうことですね。
面白い。右上にあるのが我々のね、すべてのものですね。ここに一元管理できるっていうのは本当ありがたいね。アックスがあと1個余ってるよということで、3つ持ってきたから3つはね、装備されてんですね。木こり。だから木こりができるんでしょうね。続いて石切りもできたので、職業を増やしましょうか。大工だったのをこれをちょっと石切りにしときましょうか。炭鉱夫ですね。はい。ということで、マイナーですね。マイナーの職業を割り当てました。木はいっぱいなのかな？あ、この人が木取ってくるのか。で、この人がちょっと暇してるんだな。じゃあ、もったいな。あ、新しい住民がさらに増えましたね。急にポンって出てくる感じなんでね。なんかどっか遠くから来ればいいんだけどね。では、続いて、これをやる？道具作業台ね。道具作業台でなんか道具を作ると。例えばなんだけども、アックスとかね。ピックなんかを作るんでしょうね。ガンガン行きましょう。そしたらば、ここで他になんか作れるんじゃないかな。木の棒。ここら辺適当に作っとこうか。多分ね、道具をね、作るのに必要になると思うんだ。そうだな。常に10個は用意しといてね、みたいな感じにしとこうかな。常に10個は用意してねと。ここで、ウドゥンボールね。あとはこれも容器ですね。容器も10個ぐらい用意しとけば、食事で、使えるよってことだと思いますね。よいしょ。お忙しいですよ。皆さん。頑張って。で、なんとか次何か作りたいけど、研究見ていこう。まだ溜まってないんだね。この青が満タンになると次の研究に選べそうだね。改良っていうのもあるのか。なんかこう効率上げるんだろうね。では、続いて料理。ね、調理場作っちゃいましょう。早速ここです。よし。そしたら料理人をね、誰かアサインするんでしょうね。ほいほいほい。そうだね。棒、木の棒作っといてよかった。で、丸太も作って、あとは大工がコンコンってやるだけだね。大工不足になってないかな？大丈夫かな？ 3 人でいいんだっけ？我々。あ、1人寝てるのね。私ちょっと寝ようかな。ベッドももう少し多い方がひょっとしたらいいかもしれないね。布とかをちゃんと持っているかっていうのを改めて確認する必要があると思うんですけどね。はい。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？なかなか面白いね。続きが見たいっていう方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。そして普段はね、ツイッターで情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。